こんにちは、ゆくです。こんにちは、ゆみだ。この部屋はですね、私の仕事部屋なんですけれども、このお家の中に部屋が3つございまして、そのうちの1つの部屋、そうです、私のお仕事部屋なんですが、基本ここでやってるのは作業なんですね。パソコン作業しかやってないですよ。1日中ずっともう首痛、腰痛ってなりながらね、ずっと編集してるんですけれども、この仕事部屋、皆さんすごくすごく僕の個人的なあれなんですが、配置に飽きましたということでですね、この仕事部屋をですね、モニターもね一新して、さらにこの机の上とかも一新して、オーシャンティーな PC 部屋にしたいなと思いまして、それこそね、ゲーム実況者とかさ、すっごいおしゃれじゃないですか。あそこまで行かなくとも編集者の部屋にしては綺麗なお家にしたいなと思いまして、ということで今日の動画はですね、城尽くしのオーシャンティーな PC 部屋作ってみたということで、まずはお家の中をちょっとね、皆さんにご紹介したいと思います。PC 部屋はですね、割と僕の仕事に必要なものが多かったりとするので、あんまりね、詳しくお見せできなかったりすることが多いんですけれども、今回ね、隅から隅までお見せして、どれぐらいビフォーアフターあるのかちょっと見てもらえたらなと思います。まずね、こっから入りましたら、リングライトがね、あの壁にこうやって置きっぱなしで、で、カバンがあります。あれは僕が最近、ずっとダンスのリハーサルとか行くときにあのカバンで行ってます。で、その横にこういう棚がございます。カメラ置いてあったり、ここね、あの領収書いっぱい溜まってたり、その下にね、もう今ではやってないんですが、ゲームがいっぱい入ってたりで、上に帽子2つ、これはどっちもハットタイプのやつですね。で、ここに白い机、デスク、まあ、これ実は真っ黒だったんですよ。でも僕が上、これ白のテープみたいなやつあるじゃないですか、こう模様替えのやつ、それを貼って白くしました。結構いい感じですよね。こっちですね、こっちがメインの L 字デスクなんですよね。基本は白で、椅子もね、もう今じゃ真っ白でちょっとグレーなんですけれども、上がね、これモニター2台で、高さ合ってないですよね、今ね。なんでかというと、こっちのモニターをね、変えたんですよ。これね、モニターアームで自在に動かせます。こんな感じで、こんな感じでモニターアームでつなげてます。こっち見ると、これモニターアームもう1個余ってるんですよ。ここにもう1個モニターをつけたいなと思って、マイクもここにやってる。これがね、もともと使っていたモニターで、これはね、ゲーミング用にすごい向いてるんですけど、もうこれもいらなくなっちゃいますね。この上は僕の仕事でこうなんかいろいろメモったりとかしてますね。そんなに大したことは書いてないんですが、 TikTok とかショーツを2022年12月まで週3頑張ろうみたいな緩い目標ですね。で、その横 YouTube は死ぬまでですね撮影を4本ですね、外注2本、曲編集2本っていう感じで。リグレットライブ、まあこれはもう終わりましたね。2月27日にお越しくださった皆様、本当にありがとうございました。こういう風に机の上もまあこんな感じで、白のティッシュケースがあったりで、僕実はスチーマーもここに置いてるんですよ。あの横のね、あの美顔器、あれすごい僕が最近気に入ってる美顔器ですね。スチーマーをここに置いてる理由は、ここに座って動画の書き出し中とか YouTube 見てる時に、ここにスチーマーを置いて、スチーマー浴びながら YouTube 見たりしているので、ここに置いてます。で、プリンターはもう白です。そうなんですよ、実はこのお家ね、割と白いんですよ。モニターだってこれね、白ですしね。だこいつがね、真っ黒だから、これを白くしたいなって。本当だったらこれも白くしたいけど。僕たちのデスクトップ G-Tune です、という感じになっておりまして、このお家を今からオーシャンティーにしていくんですけど、主に変更するものと、あと模様替えもちょっとしようかなと思います。今回模様替えとして一番大きいのはやっぱこのモニターですね。これも白のモニターで、全く同じモニターを買いました。安くなってたから買っちゃった。で、さらにこの2つですね。僕基本マウスもキーボードも全部ロジクールなんですけど、ロジクールの白のマウスを買いました。今度はね、ボタン付きのやつですね。で、マウスパッドも白買いました。これで白い僕のオーシャンティーな PC 部屋が完成するはずです。ということで、早速模様替えやっていきましょう。レッツゴー。 Kiss for you. ということで、ここからは多分黙々と作業になります。まずは不必要なもの、一旦外に置いとくものを出そう。コードして、こいつをここに押し込みたいんですよね。この L 字からのさらに L 字みたいな。そうなると今度はプリンターの置き場がなくなっちゃうから、いや、プリンターこの内側いけるな。
プリンター置くのもワンチャンありつつ、めったに使わないからね、プリンター。確定申告の時ぐらいしかプリンター使わないんですよ。やべえ、ジャストフィット、ジャストフィット、ぴったりすぎない？これ見て、ちょっとこれぴったりすぎる。ビターと収まっちゃった。ただこれね、高さ合わないの気になるな。なんかいいアイディアないですかね。ここになんかね、高さ揃えるために詰められたらいいんだけど。でモニターだ。なんかね、白で揃える理由はシンプルに白が好きっていうのと、おしゃれに見える自分の中では、プラスこの部屋が一番狭いんですよね。なので、まあ狭い部屋を白くして広く見せる的な。あー、そうだった、これダンボールイン、ダンボールだったの、そういえば忘れてた。まあまあまあ、それだけ丁寧にね、放送してくれてるってことですね。ちなみにこのモニターはですね、モニターアームにつけるためだけに全く同じ色合いのものを選びました。本当はね、 144Hz 出るモニターがいいんですけど、白がないんですよね。だからもう諦めた。まあ別にゲームしないしなと思って。さて出すぞ。落ちたぞ。これに本当はつけるんですけど、これも使えません。モニターアームにつなげちゃうので、となるとこれも使えません。このディスプレイのこれさえあればいいからな。それ以外は全部揃ってるんですよね。こんなでっかい段ボールだけど、実際はね27インチだから、そんなにねモニター自体は大きくないんですよ。あんまりでかすぎると目を動かす範囲が広すぎて疲れちゃうんですよね。わー、きたー、真っ白なモニター。全く同じやつです。ここ置いといて、不要なものを外に、これ戻しとくか。いつか使うかもしれない、モニターもやめた時。ただね、 L 字デスクとはいえさ、デスクの上にこうやってパナンと置いてモニター置くと、この分のスペースすごい取っちゃうから、テーブルの奥行きがそんなにないので、すごい場所取っちゃうんですよね。これは押し入れに、ここの半分空いちゃう押し入れに。ではモニターを交換していきましょう。こっちのモニターは電源を切っちゃいます。電源オフ。ちなみに皆さん、配線すごい邪魔だと思うんですけど、僕すごい綺麗に後ろまとめてて、こういうのでまとめてるんですよ。これ100均に売ってるやつで、好きな長さでこれ切れるんですね。でこういう風に切って、まあ、配線こうまとめて、これでピタッてこう止めるみたいな。マジックテープなんで何度も使えます。すごいいいですよ。まあ、白と黒どっちも売ってるので、お好きな色を使うといいと思います。よいしょ。こいつはおさらばだ。今までありがとう。いります？誰か。27インチのモニターなんですけど、それなりにいいやつです。で今ね、後ろの配線を全部抜いたので、すごいねぐちゃーっとしてるんですけど、まあ、これは後で綺麗にまとめますんで。これがビフォーです。これどうやってつけてたっけ、もう忘れちゃったな。あ、ナットとそれか。あ、ちなみにこの光ってるやつスピーカーです。結構ね、これ横長のスピーカー1個下に置いとくと結構臨場感ありますよ。ちなみにこのモニターはですね、こんな感じでタイプ C を付けられるのと、 HDMI とオーディオ DC、 DC っていうのは電源ですね。オーディオっていうのが音声の入力ですね。つけるとき確か大変だったんだよな、持ってないといけないから。ずっとOKOKOK、 上2つつけちゃえばね、もうそんなにね怖いものないっすよ。モニターをずっと持ってるせいで、右手の腕にストレッチパワーが溜まってきた。 OK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 、 あと止めるだけだ。着いたついにモニター2つ浮いたぞ。となるとこのマイクが邪魔だな。今度はどうしたらいいんだろうな。一回前に出してマイクの後ろに引いてから、こうしようか。
どっちにしろマイク邪魔だな。 OK、 モニターの位置完璧ですね。あとは電源をつないで、やっぱ楽しいな、こうやってガジェットをいじいじしてる時ってほんと楽しいんですよね。きたー2画面です。あ、横に行けない、ちょっと待って。あ、こっちになってんのか。 OKOKOK、 これで、あー、きた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 よし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 、 OK。 なんかちょっと暗い、これちょっとディスプレイの設定をまたしないとですね。色温度が悪いのか。何 FPS モードって。あ、ちょっとだけ明るくなるな。まあまあまあ、次、あの、今までずっとここにね、タクレコ用のマイクをつけてたんですけど、ちょっとモニター当たっちゃうので、こっちにこうしたいなと。こうだ。あら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 、買ったばかりのモニターが。 OK、 どう、いい感じじゃないですか。で、普段は座ってるとマイクが邪魔なので、ちょっと上目にしといて、当たらない程度に。オッケー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 。で、ポップブロック。あー、いいじゃん。あー、いいねいいよいいよ。お次はここですね。マウスパッドとマウスをちょっと変えます。ここの空いたスペースにこうやってサボテンのディフューザーを置くのもありだな。あー、かわいい。では、ピンクのマウスパッドよ、お疲れ様でした。新しいマウスパッドよ。でも白ってちょっと汚れすぐ目立ちそうだな。綺麗に使おう。おお。あ、でも何もなくてもね、これもこれで綺麗だよね、この感じね。あ、これもこれでいいな。でもマウスパッドないとね、まあまあいけなくはないけど、あー、あった方がね、編集はね、ほんの少しだけど作業効率が上がるはずじゃん、じゃじゃん。あー、これちょっとスピーカーも白くしたいな。黒が丸目立ちしてるな。わー。で、マウスもロジクールに今から変えます。まあ一旦置くだけ置いてみよう。ちょっと色合いとかね、この馴染み方絶対馴染むと思うけどね、この見た目。ロジクールがね、本当にね、やっぱ電池が長持ちしますよね。わー、持ちやすいな、これ。グリップすげー、サイドの。わー、いいね。これなんかちょっともうちょいこう、この辺がいい。理想はこうなんだよな。この端っこ側に、ね、置いときたいんですけど、そうもいかないんですよね。こことここなのでね、ここに置けないんですよ、モニターを。モニターアームがここにつけらんなくて、こっちしかダメなんですよね。だから必然的にこうなるんですよ。まあまあまあ、いいか。広っ。わ、待って、ここスペースめっちゃ空いてんだけど。今までここ空きなかったのに、モニター邪魔で。わー、これない方がいいな、それだったらね。こっちの方がね、あ、だったらちっちゃいマウスパッドでもよかったか。とりあえず、まあ、オシャンティにはなりましたね。よかったよかった。いや、いいね、いい感じですね。そしたら最後に完成図を皆さんにお見せします。ということで、完成しました。パチ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 。それでは、新しく生まれ変わった真っ白でオーシャンティーなヒョクの仕事部屋、こちらでございます。じゅーん。おー、ということで完成です。いやー、広くなったね。あの机が奥に入ったことによって。そしてこちら、僕のデスクトップの G-Tune のこのパソコンは、いろいろカスタマイズしてて25万ぐらいだった気がします。で、先ほど言った配線周りどうですかね。まあでもね、やっぱ配線がどうしてもね、ごちゃっとはしちゃうんですけど、まあ少しはまとまったかなと。で、これもなるべくこの下を通したりとかね、マイクの線はこの下をこうグーッとこれにね、そのくっつけてしてますっていう感じで、モニターが2台ですね。ちなみにここにはオーディオインターフェースがございます。で、モニターがこうやって2台。おー、いいねいいじゃないので、上からね、このマイク垂らしてみたいなんてね、いいじゃないの。わー、綺麗になりましたよ。
のロレックスの時計がこんな裸の状態で置いてありますが、そして、床もね綺麗にちょっと掃除しました。まあまあちょっとあの辺線がいっぱいはみ出ちゃってるけど、まあ椅子もね白くて、でこの下にねプリンターを入れたことによってここがね結構スッキリとしましたね。でこれはこの前ファンメでいただいたお花をちょっとこっちの部屋に持ってきました。あれはディフューザーです。サボテンの形をしたディフューザー でこれはティッシュをまあこう横向きでね入れて使ってます。でこれここにね延長コード、しかも5アンペアのめっちゃ高速で充電できるやつも2つついてるので、1個は僕の気に入ってるこの美顔器を充電ここにしてますね。これがちょうど USB での充電なので、ここでここの椅子に座って YouTube 見ながら美顔器をうーんって顔をやってる感じですね。で生成水とスチーマーは相変わらずここに置いて、使う時だけこうやってグググググって持ってきてここに置いてシューってスチームを浴びてますね。こんな感じになってます。ここの高さがねぴったり合えばねよかったけどね、ちょっとね、まあ、また検討ですねという感じで、どうでしょうか。結構良さげじゃない、広くなったように感じますね。すごいここのスペースが空いたことでだいぶ広く感じる。いいね、シンプルになったねはい、ということで、ヒョクの仕事部屋改造終了でございます。わーただいま夜の10時25分です。2時間半かかりました皆様もしよかったらね、ちょっともう一声これをこうしたらいい感じになるんじゃないとかアドバイスあったらぜひともコメント欄で教えてください。ということで皆さんも模様替えしたくなりましたよね、したくなったよね、一緒に白くておしゃれな部屋にしましょうということで以上ヒョクでした。バイバーイ。